皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、こちら、Galaxy M23 を使ってですね、2週間以上経ちましたので、こちらのレビューをしていこうと思います。で、もう早速ですね、今日どんな内容の話をするかっていうのを話すと、まずですね、この M23 のカメラ性能ですね、どんな程度あるかっていうのを見ていきたいと思います。で、その後ですね、いつも通りいい点と悪い点に分けて話して、で、最後は、どういうユーザーにこのスマホをおすすめするのかっていうのを話して終わろうかなと思います。じゃあもう早速ですね、やっていきましょう。じゃあまずはですね、Galaxy M23 のカメラ性能がどの程度なのか見ていくんですけれども、まず色味ですね。色味に関しては比較的自然な感じで、特別ですね、サイドが強いっていう印象はなくて、基本は多くのユーザーにとって好まれやすいね、写真が撮れるかと思います。で、次に HDR 性能なんですが、露出をね、少し明るめに撮っているせいもあってか、HDR 性能が上位機種である Galaxy A53 よりも優れている写真が多いかと思います。では次にね、夜の写真に移りますが、これはですね、4万円のスマホとしては、そこそこそれなりに使えるかなっていうね、印象があります。もちろんですね、Galaxy A53 の方がより正確な色っていうのを認識しているんですけれども、全体的にですね、価格を考えれば、まずまずかなといった印象ですね。ただね、やっぱり細かく見ていくと、Galaxy A53 と比べて微妙にですね、こう被写体がブレたりしていて、シャープにね、撮ることができていないんですね。で、その理由は OIS、光学式手ブレ補正っていうのが M23 にはですね、搭載されていないんで、こういうですね、暗所の撮影の時に明らかにシャープさっていうのがね、失われています。じゃあ次はですね、動画性能を見ていくんですけれども、まず 1080p、30fps であれば、それなりに使える品質の動画が撮れております。手ブレ補正に関しましても、Galaxy A53 よりかは振動をね、多少は拾っているんですけれども、そこそこ効いていますんで、それなりに安定した動画っていうのがね、撮ることができます。で、次はですね、夜の動画なんですけれども、これはね、夜になるとさすがに厳しい映像になってきますね。見てもらえばわかるように、ピンボケしているようにも見えて、焦点がですね、あんまり定まっていない感じがしますし、当然ですね、手ブレも大きく目立つようになってくるんで、暗くなると動画はあんまりいい結果にはつながらないですね。で、あとですね、4K 動画撮影っていうのもできますけれども、発揮手って全く使える内容ではないので、この動画ではですね、もう説明はやめておきます。とね、カメラ性能はこんな感じなんですけれども、全体的に見れば4万円のスマホとして、Galaxy M23 っていうのは、そこそこはね、カメラ性能やってはくれているんだけれども、じゃあカメラ性能がこのスマホの強みかって言われると、全くそうではないっていうふうにね、僕は思ってます。では、ここからはですね、この端末のいい点と悪い点に分けて話していくんですけれども、まず先にね、いい点をいくつか話していきます。で、まず一つ目のね、いい点は、バッテリーライフですね。もうこれはね、めちゃくちゃ優秀ですね。まずですね、容量が 5000mAh ありまして、もう大容量のバッテリーを積んでいて、で、さらに SoC ですね、チップセットも Snapdragon 750G という、ミッドレンジ用のチップ使っているんで、省エネ設計なわけですね。で、このコンビネーションであればですね、私の使い方ではありますけれども、60Hz で使っていれば、2日はね、確実に持ってくれているんで、もう十分すぎる、そのバッテリーライフだと思いますし、さらにね、120Hz までこのディスプレイ上げることができるんで、120Hz で使っていても、1日半以上はですね、必ず持っていたんで、バッテリーライフに関しましては、全くですね、心配いらないかと思います。じゃあ次のいい点はですね、OS One UI 4.1 が、やっぱりね、優秀というところですね。このね、UI に関しましては、相変わらずですね、完成度非常に高いですし、もうね、何度も言ってるように優秀な OS なんですよ。で、しかも昔とは違って、ミッドレンジスマホの処理能力でもですね、サクサク軽快に動くようになっていますし、アニメーションもですね、めちゃくちゃ綺麗なんですね。で、特に 60Hz のリフレッシュレートで使っていてもですね、アニメーションすごく綺麗なんですよ。で、前回ですね、以前、Galaxy A53 に見られたような 60Hz だとやけにカクつくっていう現象っていうのは、この M23 に関しては無縁なので、全くですね、問題なく 60Hz で使えていますし、さらに 120Hz で、この端末で使えるんですけれども、本当に 120Hz で使うとヌルヌル感は増して非常にいいですね。で、しかもバッテリーライフの時にも言いましたが、120Hz で使っていても1日半以上使えるんで、本当にですね、日常でちゃんと 120Hz で使うことができるのも、強みのポイントなんで、この辺は非常にいいです。ただね、1点だけちょっとね、私わからない点がありまして、これサポート期間がですね、どれくらいあるのかっていうのがわからないんですね。まあおそらくなんですけれども、まあ OS は2、3世代分ぐらいは更新してくれるだろうなとは予想しますけれども、まあちょっとわからないんで、知ってる方がいらっしゃればですね、コメント欄にて指摘していただければと思います。じゃあ次のですね、3つ目のいい点はですね、物理指紋認証搭載というところで、もうめちゃくちゃ地味なんですけれども、ディスプレイ指紋認証じゃなくて本当に良かったと思うんですよ。ストレスフリーでロック解除できるっていうのは、まあこんな楽なのかっていうふうに思わせてくれるぐらいですね。やっぱり物理指紋認証の方がロック解除しやすいですね。ただね、1点もうめちゃくちゃ残念な点がありまして、それはですね、指紋認証を3つまでしか登録することができないんですね。アホやろっていう風にね、もう本当に思いますよ。まあ普通にね、これ側面の指紋認証なんで、まず右手の親指で指紋認証登録して、で、次に左手の人差し指で登録しますよね。で、その後に、まあ机に置いた時に、まあロック解除できるように、例えばですけれども、右手の人差し指か、もしくは左手の親指で登録したいんですけれども、まあ必ずですね、このうちのどれか一つは、まあ犠牲になってもらって、まあ登録できない指が出てくるんですよね。なので、なんでね、3つに制限してるのかっていうのは、全くね、理解できないということをね、指摘しておきます。まあ以上がですね、いい点になりまして、で、次はですね、一応悪い点に入る前に標準的な点もね、話しておきます。まあ標準的な点っていうのは、価格を考えれば、まあそれ相応の、まあ性能かなっていうところを話しておくと、まずそれはですね、処理能力ですね。まあこれは Snapdragon 750G を採用していて、RAM が 6GB あります。まあね、普通っていうふうに思いますね。まあ、一応ですね、Snapdragon 750G っていうのは昨年の Galaxy A52 にも採用されているような、まあ、チップなんで最新のものではないんですけれども、まあ、4万円のミドレンジスマホとしては、まあ、妥当なチップかなと思います。で、次にですね、2点目の標準的な点は、スピーカーの性能ですね。まあ、スピーカーはですね、残念ながらシングルスピーカーを採用しているんで、まあ、明らかにですね、デュアルスピーカーを搭載したスマホよりもですね、音の厚みであったり、豊かさであったりってするのが劣っています。まあしかしですね、それは言いつつも、まあシングルスピーカー自体はそれなりにですね、性能のいいものを積んでいるんで、まあ音量もですね、かなりでかくなりますから、まあなんていうのかな、こだわりがなければ、まあこのスピーカーでも問題はないかなと思います。ではね、ここからは残念ながら悪い点をですね、指摘していくんですけれども、まず一つ目はディスプレイですね。これね、6.6 インチのフル HD プラスの解像度で 120Hz のリフレッシュレート。そして素材がですね、TFT 液晶なんですね。まあ、つまりはですね、LCD スクリーンなわけですよ。まあ一応ね、他のメーカーであれば LCD スクリーンでも仕方ないかなというふうに思うこともあるんですけれども、やっぱりね、これ Galaxy ですよ。サムスンであれば僕は AMOLED ディスプレイ積んでほしかったなというふうに思います。で、次にね、まだディスプレイの悪い点続きまして、それがですね、ゴリラガラスをおそらくですけれども採用していないというところですね。これね、検索しても何の強化ガラス使ってるか全然出てこなかったんですよね。で、おそらくですけれどもゴリラガラスっていうのは使っていないんじゃないかなっていうふうに思います。で、次にね、ディスプレイ、まだ悪い点が続きまして、一番悪い問題はですね、ゴリラガラスとか以上に問題なのが、画面の色味を変えることができないというところですね。これね、色味が、ビビッドな鮮やかモードに固定されてしまっているんで、なので、私のようにですね、そういったこう、サイドの強いギラギラした、その色調が嫌いなユーザーにとってはですね、永遠にこの濃いですね、色味っていうのを見せ続けられることになるんですね。でね、正直ね、僕はもうこれ全然嬉しくない設定で、まあ昨年ね、OPPO Reno 5A でも同じことが起こっていたんですけれども、なんでね、こんなしょうもない OS の設定を施すのかっていうふうに思います。全くですね、こうユーザーのこの使い勝手を無視した設定だと思っています。では次にね、2つ目の悪い点にようやく移りますが、2つ目の悪い点はですね、IP レートとフェリカ両方欠如しているっていうところですね。まあ価格を考えればですね、4万円のスマホであれば両方つけろとまでは私はね、言いませんけれども、まあ日本市場に投入するのであれば、せめてですね、どちらか一方はやっぱり搭載すべきだったと思います。まあ特にですね、IP レートに関しては仕方はないかなっていうふうに思うんですけれども、せめてフェリカぐらいは対応するべきだったと思いますね。では次のね、最後の悪い点はですね、コストパフォーマンスがいまいちというところですね。まあこれね、価格4975円するんですけれども、めちゃくちゃコスパ悪いとは言いませんけれども、まあ発揮種って普通以下だと思いますね。値段がですね、正直中途半端に高いというふうに思います。4万円払う割にはですね、こう細かいところで取りこぼしが多いスマホのように感じていてですね、まあ例えばですけれども、LCD ディスプレイしかり、シングルスピーカーしかり、IP レートない、フェリカにも非対応で、まあ、なんていうのかな。サムスンってそういったね、細かいところをしっかり汲み取るうまさっていうのが今まであったと思うんですけれども、まあ、この M23 に関しては、サムスンらしからぬ爪の甘いスマホっていう風に感じます。はい。まあ、以上がですね、こちら Galaxy M23 の本体のレビューになりまして、で、最後はですね、どういう人にこの端末をおすすめするのかっていうのを話して終わりますけれども、まあ、この端末をおすすめするユーザー層っていうのはですね、いません。全くいません。なんでかっていうと、すべてにおいてですね、この端末って中途半端なんですね。で、誰を狙ってるのかっていうのが、まあ、全く理解できないスマホなんですよ。4万円も出していいところっていうのは、Snapdragon 750G あって 6GB ラム。で、バッテリーライフは非常に良くて、で、OS の完成度が高い。まあ、なので使い心地は、まあ、さしてね、悪くはないんだけれども、まあ、それ以外がですね、あんまりプラスアルファの加点がないんですよね。でね、何度も指摘したように LCD スクリーンだし、IP レートもないし、フェリカもないし、シングルスピーカーでカメラもね、特別いいわけでもないし、ディスプレイもまあビビッドな色しか表現できないんで、僕はあんまり好きじゃないっていうのもあるんで、まあなんていうのかな、点数を稼げるところでことごとく取りこぼしているっていう感じがするんですよね。なのでね、この端末に4万1000円も出して、まあ買うんであれば、僕はね、他の端末をおすすめしますよ。まあ例えばですけれども、昨年ね、Galaxy A52 ありますんで、そっちの方が型落ちとして安く買えるんであれば、そっちの方がいいと思うし、もしくはですね、Pixel 5A ね、まあこちら以前まで4万2000円までセールしていましたけれども、まあそのようなセールがね、まあもう一度あるのであればそっちを買ってもいいと思うし、あとはもう少しお金を高く出して Xiaomi 11T とかを買ってもいいと思うし、で、あとはですね、2ヶ月後に出るであろう、Pixel 6a を買った方が、まあ、僕はですね、こんな中途半端なGalaxy M23 を買うんであればそちらを買った方がいいんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。